どうも、こんばんは、エネムです。今回は東京グールリインボーク、今月11月のリインボークフェスに、コマさんとイリミさんアンテイク編のやつですね、来てますね。2人ともイラストかなりかっこいいですね。ということで早速キャラの詳細の方を見ていきましょう。気高き前の伝説コマエンジということで、 HP9200 の、攻撃力950、防御力470で、まず AP が8なんだな、アタックポイントで、武器耐久値が10、まあまあ高いですね。固有アビリティが人間キラートリプル S マイナスか。これはフェスゲンのリゼかな、あいつ人間キラーだったよな。で暴走排水の方がグールキラートリプル S マイナスなんで、これでまた人間キラートリプル S マイナスが増えましたね。人間に対するダメージが 1.8 倍で、攻撃力は200アップ。命属性耐性か。命属性耐性、キャラクターから受けるダメージ 20% カット。あ、こいつ光属性なんね。で、命属性、もう命属性絶対殺すマンじゃん。で、ガード率が 30% アップということで、スキルの方が魔炎正気見たり。レベル5。一ターンの間、ブレイク発生まで味方勢のアタックポイントプラス4する。ん？ブレイク発生まで味方前衛、しかも前衛か。前衛のアタックポイントプラス4する。ってことは自分も上がるってことだよな。で、ブレイク発生までか。じゃあ、通常攻撃で正直ブレイクまで持っていくのどうなんだろう。まあ、12上がるから、後半の方でブレイク、武器耐久値ゲージを1個、1マス削れるとしても、どうなんでしょうか。まあまあまあ。でもこいつ3ターンのやつ、自分自身のガードより 30% アップ。これはいいね。で、敵前衛の武器耐久値マイナス6か。まあ、でも、どうなんだろう。ブレイクするまでアタックポイントプラス4で、ブレイクしたら終わり。ちょっと難しいね、今回の。どう捉えたらいいんだろうか。で、カヤさんですね。イリミカヤさん。ブラックドーベルの狩猟。HP7300 で攻撃力が1160高めですね。で、防御力400でちょっと低めかな。アタックポイントが14、プラス2で特攻。7の武器耐久値があって。あれ、この人も人間キラートリプル S マイナスなの。人間キラートリプル S マイナスが2体追加されるのね。人間対するダメージが 1.8 倍。まあでもそうだよな。まあ、場面的に、人間キラーじゃないとおかしいか。で、300アップの2アップで、こっちが、光絶対殺すマンということか。で、回避ね。向こうがガードで、コマさんが、回避で、イリミさんが、違う、コマさんがガードで、イリミさんが回避ね。なるほど。あ、多分、スキルも似たような感じかな。一旦の間、ブレイク発生まで味方全の AP を、プラス4。で3ターンの間、陣費の回避率アップで武器耐久値マイナス7、駒さんがマイナス6でしたね。なるほどね。やっぱブレイク発生までなんだな。これ2体並べるとすげえな。これ2体欲しいよな。でも2体並べて熟練度 100% にしておけば24上がるんでしょう。自分も上がるからさ、すげえな。なんかめちゃめちゃこ、まあ、周回とかには結構いいような気がするな。んだらもうこれスキルとか使う手間だるいからさ、敵のにバーって連打してれば終わるみたいな感じになりそうですね。うん、なかなか周回向き。ただ無課金で、両方狙うっていうのはあんまおすすめできないのかな、これ。熟練度あってこそのこの性能なんでね。熟練度を 80% まで上げてのこの性能で無課金で揃えるのはちょっと難しいかもしれない。リセマラ勢としたらかなり役に立つと思いますね、これ。リセマラやる人が2つ当てて、置けば、ほら、しかも 100% じゃん。だから、そうだね、リセマラ勢としては2つ当てて熟練で 100% 目指せば、まあ、かなり周回は楽になるんじゃないかなとは思いますね。まあ、強いか強くないかって言われたら別に弱くはないけど、別に強くもないみたいな、そういう感じですかね。はい、手数が増えるっていうのはまあかなりいいとは思うけど。じゃあ、10連だけ申し訳ないんだがね、最近かなりガチャを引いて、まあオールもそこそこ痛い目を見たんで、今回10連で抑えたいと思います。俺ね、本当は今月、先月オールが来たんで、その時戦ったね、ひなみが来ると思ったんですよ。いやー、違ったね、予想は外れた。じゃあ10連いきましょう。俺、フェスゲンのピックアップキャラもしくは他のフェスゲンをなんか10連目で当てたことがないような気がするんだけど、どうですかね。記憶にある。これね、まあいいや。
まあこれで出たらマジで嬉しいけど、どうなんだい。グル3枚。おー、なるほどね。まあここはアニマでお願いします。アニマの熟練度なんかね、なかなか上がらないんだよね。出てくれないんだよな。すげえデジャブなんだけど、すっげえデジャブなんだけど、お疲れ様でした。